はい、こんにちは、ケイチカです。今日はクマ対策ということで、僕は渓流釣りもするんで、自分のやってるクマ対策、クマグッズっていうのをお話ししようと思います。基本的に3つありますので、その3つを紹介したいと思います。まず私が渓流釣りに行くときに使うもの、1つ目ですけども、地域のクマ情報ですね。これが非常に大事だと思ってて、もうリアルタイムにその時にクマがどの辺で出ているかっていうのが、まあ各地域でそのウェブで見ることができると思いますので、その辺をチェックしてですね、自分が釣りに行く場所にクマが出る場合は、まあ行かない方がいいと思いますね。まあせっかくの休みなんで、まあクマが出ようとも行きたいとちょっと思っちゃうかもしれないですけど、そのものズバリの釣りがする地域にクマが出ている時はやっぱり控えた方がいいと思いますね。で、逆に、まあ、熊を気をつけましょうと言っても、その自分が釣りに行くエリア以外の場所に熊が出ているときは、もちろん注意は必要ですけども、兆候をやめるほど注意する必要はないかなと思ってます。私の地域でも、本当1日おきぐらいの感じで熊の情報は出てますんで、そういった地域地域の熊情報というのを活用して、兆候していただければと思います。ガオー。で、熊対策、2つ目ですけども、クマ鈴ですね。私が使ってるのはこれですね。あの冒険クラブ工房のクマちゃんベル台ですね。このクマ鈴なんですけど、このクマ鈴のいいところは、このチリンチリンと鳴るところがあるじゃないですか。これが、あの、ここの鼻のところでこうロックできるんですね。これなんで歩いてる時にこう鳴らさないこともできると。ずっと鳴ってるとちょっとうるさいんで、これも。なかなかの音量なんでね、固定できるのが便利ですね。この固定も確実に固定できるかというと、まあ、ポロポロ外れちゃうんですけど、まあ、とりあえず簡易的に固定できるということで使ってます。音量もかなり大きいので、いいと思いますね。ちょっと音量は、ちょっと家で鳴らすとうるさいんで、あの、録音してきたものがあるんで、ちょっと聞いてみてください。こんな感じですね。結構高い音で、いい音しますよね。なんで、この歩いて、渓流を釣りするときは、まあこれを鳴らした状態で歩いて釣りしてますね。鈴で魚が逃げるってことはあんまり考えづらいので、まあ鳴らしっぱなしでいいと思います。概要欄に Amazon の URL を貼っておきますので、そちらから確認して購入してみてください。これを常にこうリュックにぶら下げていってますね。ガオー。はい。熊対策3つ目ですけども、3つ目はこれですね。ホイッスル。まあ、こういう形のホイッスルなんですけど、冒険クラブ工房の山菜取り危険防止ホイッスルっていうやつです。このホイッスルはその熊よけっていうよりは、その山菜狩りに行って沢とかに落ちて動けなくなった、足をくじいて動けなくなったりした時に、人を呼ぶ用のものですね。なんでこれを買ったかっていうと、まあ、鈴でも十分じゃないかと思うかもしれないですけど、要所要所で、ここはやばいなっていう時に、ちょっと吹くようにしてます。こちらの方が音量が大きいので、鈴プラスホイッスルっていう形で使ってますね。ちょっとこれも家の中で鳴らすわけにはいかないので、あの、音を録音してきたんでちょっと聞いてみてください。と、こんな感じですね。結構ね、高い音が出るので、動物に聞こえるんじゃないかなと思って使ってます。ここまで3つ紹介しましたけども、この3つを使っていて、まあ、今のところクマには出会ってません。一応、防止になってるかなっていうところです。興味のある方は、ちょっと概要欄から調べて購入してみてください。ガオー。で、ここまで紹介してきましたけども、まあ、その、ホイッスルとか、鈴とかですね、紹介しましたけど、こういうのをその、ウェブで調べるとですね、クマ鈴とか、ホイッスルは、その、クマに効果がないんじゃないかっていう情報ですか。まあ、そういう人もいるんですけど、まあ、その辺ちょっと私の見解もあるので、この辺をお話ししたいと思います。クマ鈴などが効果がないって言ってる人はですね、どういう理由で言ってるかっていうと、クマ鈴をつけること、鳴らすことで、逆にその人間がここにいるよってことをクマにお知らせしてしまうんで、クマが逆に寄ってくるんじゃないかっていうことを言ってるんですね。まあ、実際そういうこともあるのかもしれないですけど、そういうその鈴に寄ってくるクマっていうのは相当やばい状態だと思うんで、そういうやばい状態のクマがいる場合は、もうその情報が出回ってると思うんですよね。その家畜の被害が出たりとか、もちろん人的な被害が出たりとか、一度そういう家畜を食べたり、人に危害を与えたクマっていうのは、非常に次も人を襲う確率が高くなると思いますんで、そういうクマに対しては効果がないかもしれないですね。その辺に関してはやっぱり情報の収集、その辺が大事になってくると思います。やはり鈴云々じゃなくて、そういうクマがいるところには行かないっていうのが一番大事ですね。
あとは鈴が効かないクマとしては、その観光地に近いところにいるクマですね。そういうクマっていうのは人間が残していったそのお弁当とかを食べている可能性があるので、人間の食べ物に根付いている可能性があるんですね。なので鈴イコール人間イコール食べ物を持ってるって理解して寄ってくる可能性があるかもしれません。そういう場所、まあそれもまあ情報収集になるんですけど、そういう場所ではその効果がないクマもいると思います。でもそれ以外の人間イコール食べ物っていう理解してないクマの方が個体数が多いと思うんで、まず僕としてはかなりこのクマスズっていうのはかなりのクマに効果があると思ってます。なので山の奥に釣りに行く際は絶対このクマスズっていうのを持って行っていただきたいと思います。やっぱりあれですね、クマスズとあとは情報収集ですね。あとはまあ爆竹っていうのもありますけど、本当にやばいなと思うときは爆竹を持って行ってもいいと思います。あれかなりでかい音出ますんでね、結構つけるのに覚悟がいるんですけど、やっぱりその本当に山奥に行く場合は爆竹を持って行った方がいいと思いますね。100均などでも購入できますんで、ぜひ渓流釣りに行く場合は準備をしていただきたいと思います。と観光地のクマについてなんですけど、やっぱり釣りに行った、まあ観光地じゃなくてもそうなんですけど、もう釣りに行った際にそのコンビニのお弁当とか持っていく方もいると思うんですけど、そのゴミとかはもう絶対釣り場に置いていかないで、絶対そのクマに限らず動物が餌付いちゃうんで、そうするともう人の食べ物美味しいってことになって、まあ人里に降りてくるとかですね、猿もなんかもそうなんですけど、なんか人間を襲ってくるとかですね、そういうことがあるんで、渓流釣りに行ったら人間の食べ物っていうものをその場所に置いていかないっていうのがすごい大事だと思います。なので絶対にゴミは持ち帰るようにしてください。あとこれから欲しいと思ってる熊よけグッズとして、熊よけスプレーがあります。まあ1万円ぐらいするんでちょっと考えちゃうんですけど、まああった方がいいと思ってますね。ただその熊よけスプレーっていうのは、あれはもう最終手段ですね。本当に熊が近くに寄ってきた時、まあそのスプレーによってなんですけど、やっぱり2メートルとか4メートルとか、まあそのくらいしかそのスプレーが飛ばないので、かなり至近距離に寄ってきてから噴射するっていうことが必要なので、本当にやばい時ですね。もう寸前まで熊が来た時に使用する最終手段ですね。ただもう命を守る上では非常に大事なグッズなんで、ちょっとぜひ手に入れようと思ってます。ちなみにクマスプレーなんですけども、どんなクマにも効果があるわけじゃなくて、ヒグマ用とツキノワグマ用でその内容物が違うそうなんで、その辺は気をつけて自分の地域に合わせて購入していただきたいと思います。はい、ということで自分のクマ防止法というのをお話ししてきましたけども、今はまあテレビでもすごいクマが出没するということですごい騒ぎになってますけども、今回話した情報収集、あとは熊よけグッズっていうのをまず完全に身につけて気をつけていくっていうのは一番大事なことだと思いますね。その無防備に行かないところですね。しっかりとした準備をして渓流釣りに行っていただきたいと思います。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。